新ギャラクシーの真ん中サイズ S22 プラス、非常にバランスの取れた両端末と感じました。それだけに国内発売が見送られるというのは残念でなりません。はい、ズキです。こちらの動画で一斉開封したギャラクシーの2022年新フラッグシップモデル S22 シリーズについて、今回は S22 プラスを全モデル S21 プラスと比較しつつ、どんなスマートフォンに仕上がっているのかチェックしていきたいと思います。一番小さいサイズの S22 無印および一番大きいサイズ S22 ウルトラについても、それぞれ別の動画で深掘り検証していますので、ぜひ合わせてご視聴ください。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なデジモノガジェットをほぼ自腹で購入し、ご紹介レビューしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画説明欄にはよくいただくご質問の Q&A のほか、ご覧いただいている動画のチャプターも記載していますので、お時間がない方は気になるところだけでもチェックしていただければ幸いです。もう一つのチャンネル、ズキのファミリーキャンプチャンネルでは、様々なスマートフォンを使った動画撮影テストショットをアップしています。 Galaxy S22 の 4K 動画なども公開していますので、ぜひ合わせてご視聴ください。ではサイズ感から比較していきます。なお、今回比較する時期は S21 プラスが au 版、新モデル S22 プラスが香港版になりますのでご了承ください。一番小さなモデル S22、 いわゆる無印同様、 S22 プラスも全モデル S21 プラスよりやや小さくなっていて、高さで約 4mm、 幅はほぼ変わらず、厚みで 0.2mm、 重量で 4g サイズダウンしています。ディスプレイサイズは S21 プラスが 6.7インチ、 S22 プラスが 0.1 インチ小さい 6.6 インチです。ディスプレイの解像度はどちらもフル HD プラスで、 S21 プラスが 2400×1080 ドット、 S22 プラスが 2340×1080 ドットになっています。ディスプレイのリフレッシュレートは標準 60Hz 固定、もしくは最適化 48Hz から 120Hz 可変式は変わらず、ただ S22 プラスはビジョンブースターを搭載し、ピーク輝度が S21 プラスの1300ニトから S22 プラスで1750ニトにアップしています。明るさを増大させる機能、オンオフ切り替えも可能です。ディスプレイ面はどちらもフラットですが、 S21 プラスには添付されていたディスプレイ保護フィルムが S22 プラスには貼られていませんでした。このサイズ感結構いいと思うんですよね。幅はやや増した感じになりますが、非常に取り回ししやすく感じます。ちなみに iPhone 13 Pro Max と比較するとややコンパクトになっています。 iPhone 13 と比較するとこのサイズ感です。上位モデル S22 ウルトラとは形状が結構違いますね。サイズダウンしたことにより気になるのはバッテリー容量ですが、無印同様 S22 プラスも 300mAh ほど容量がダウンしています。ただ PC マークのバッテリーライフで計測したところ、リフレッシュレート 60Hz で S21 プラスより S22 プラスが2時間以上長持ちになっていて、リフレッシュレート最適化可変設定した時でも2時間近く S22 プラスのバッテリー持ちが良くなっています。 S22 無印と比較してみても、いかにバッテリーの持ちが良いかが分かります。S22 ウルトラと比較しても30分近く S22 プラスの方がバッテリー持ちが良くなっています。サイズ感とディスプレイの違いをチェックしたところで、基本性能について比較してみると、メモリ容量はどちらも RAM 8GB、 ストレージ 256GB と同じで、 SD カードスロットがない点も同様です。心臓部となるチップセットはスナップドラゴン888から最新のスナップドラゴン 8Gen1 に更新されています。バッテリー設定で処理速度を最高に設定して、両端末の基本性能の違いをベンチマークスコアで計測してみると、まず Geekbench 5の CPU スコアではシングルコアスコア、マルチコアスコアともほとんど変わらずで、スコアが伸びることはありませんでした。ただしコンピュートベンチマークのこちらは OpenCL スコアですが、コンピュートベンチマークについては大幅な伸びとなっています。バルカンスコアでも大きく伸びています。続いてアンツスベンチマークテストでスコアを計測してみます。
はい、結果が出ました。 S21 プラスはトータルスコア約82万3千とスナップドラゴン888搭載端末としてはなかなかいいスコアだと思います。S22 プラスは S21 プラスよりトータルスコアで15万アップしています。今回計測した Galaxy S22 シリーズの中では一番良いスコアとなっています。新旧プラスの比較では GPU スコアが大幅に伸びています。メモリについても容量は同じですが S22 プラスがやや高速化されているようです。 OS はどちらも Android 12。 温度上昇については、S22 プラスは一時39度まで上昇しましたが最終的には36度前後に収まっています。生体認証、指紋認証の速度を比較してみると、せーの、持ち手を変えて、せーの、指紋認証速度に大きな違いはないようです。ボリュームを最大にしてスピーカーを比較してみます。最後にアウトカメラ性能をチェックしたいと思います。その前にサイズ比較時にチェックしなかった背面デザインをチェックするとどうでしょうか。個人的には S22 プラスの方が高級感があるように感じます。アウトカメラについては S21 プラスの高画素望遠64メガピクセルから S22 プラスでは標準50メガピクセルに変更されています。それに伴い S21 プラスの高画素64メガピクセルモードがS22 プラスでは50メガピクセルに変更されています。その他望遠倍率は同じで最大静止が30倍にも対応していますが広角倍率はやや異なっています。その他の機能としてはほぼ同じと言っていいと思います。動画性能についてはどちらも 8K24fps まで対応しています。なお S21 プラスにあったフル HD オートが S22 プラスではなくなっていますが、カメラ設定の中に自動 FPS モードが S22 プラスには盛り込まれています。なおスーパー手ブレ補正をオンにするとフル HD 固定でフレームレート 60fps か 30fps の選択式となります。それでは両端末でテストショット撮影してきましたのでご覧ください。広角。
はい、ということで新フラッグシップギャラクシーの真ん中サイズ S22 プラスを全モデル S21 プラスと比較しつつチェックしました。無印ウルトラのレビューでもお伝えしましたが、プラスについても全モデルからのマイナーアップデートにとどまっている点は否めないものの、個人的にはこの端末は非常にバランスの取れたスマートフォン、普段使いから快適なゲームプレイ、映える写真撮影と動画撮影までこなせる両端末という印象を受けました。それだけに SD カードスロットがないというのが残念でなりませんが、もっと残念なのが日本国内での発売が見送られる公算台という点です。これは機敵の申請状況から判明していることで、 S22 無印とウルトラはそれぞれドコモ、 au での認可が通っているようですが、 S22 プラスキャリアモデルの認可は現状ありません。ワンチャン SIM フリーでの販売という可能性もありますが、これまでのサムスンの姿勢を見ると期待薄なので、S ペンは使わないけどある程度大画面のスマホが欲しいという方で、ギャラクシーのカメラが好きという方には秘宝と言えそうです。なお買取再販のイオシスさんでは、このグローバルモデルの未使用品が現在14万円前後となっていますが、国内発売が見送られるとなると高騰する可能性もあると思います。動画説明欄リンクよりチェックしてみてください。これを機にぜひデュアルSIMに対応したSIMフリーモデルを販売してほしいものです。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。